京橋駅、京橋駅は大阪府大阪市上等区、宮古島区にある西日本旅客鉄道、JR 西日本、京阪電気鉄道、大阪市高速電気軌道の駅である。JR 西日本の駅番号は、大阪環状線が j r 大0 8片町線、学研都市線、JR 東西線が JRH41、京阪電気鉄道の駅番号は、 k h 0 4大阪メトロの駅番号は N22JR 西日本の駅シンボルフラワーはコスモスである。五島にアクセントが来る。大阪府の繁華街にある乗り換え駅としては北大阪駅、梅田駅周辺や南南場駅周辺及び天王寺、天王寺駅、大阪阿部野橋駅周辺に立地する駅ほどの規模ではないが、 1>, 1日あたり、約59万人、2006年の乗降客の利用があり、大阪市北東部の玄関口となっている。駅名の由来は、大川との合流地点近くの大阪城北側の、根屋川に架か,かる、京橋であるが、この橋は東駅よりも、天間橋駅の近くに存在する。JR 西日本の各線、港術、京阪電気鉄道の京阪本線、 大阪市高速電気軌道の長堀鶴見緑地線の3社の路線が乗り入れている。地下鉄の駅には N22 の駅番号が設定されている。事務官コードは61511。JR 西日本の駅に乗り入れている路線は、当駅の所属線である大阪環状線に片町線、愛称、学研都市線と JR 東西線を加えた3路線である。 1997年の JR 東西線開業と引き換えに、片町線は当駅片町駅間が廃止されて、当駅が終点となり、一部列車を除いて、当駅起点の JR 東西線と、相互直通運転を行う、現在の形態となった。また、特定特市内制度における、大阪市内エリアに属している。以下に詳述するように、 JR 北口と京阪中央口は至近であり、京阪中央口からはコムズガーデンを介して地下鉄駅へつながる地下道があるため、三社の駅は、雨天でも濡れずに相互に行き来することが出る。当駅は、駅長が配置された直営駅であり、管理駅として大阪環状線の大阪城公園駅、桜宮駅、天満駅の三駅を管轄している。 当駅がある地に鉄道が開通したのは1895年8月に何和鉄道が現在の片町線となる片町駅市場縄定期間を開業してからであるが開業当時は駅が設置されていなかった当駅は同年10月に大阪鉄道が現在の大阪環状線となる天王寺駅大阪駅当時は梅田駅間の鉄道を開業させた際に 何わ鉄道との交差地点に設けられたのが始まりである。両路線とも関西鉄道を経て国有化された後、1912年、片町線片町駅に京橋口乗降場が設けられ、上東線、現在の大阪環状線の京橋駅と連絡するようになる。これが、翌1913年に当駅の片町線乗り場となった。長らく、 片町線の終点で当駅の西隣にあった片町駅は1997年の JR 東西線の開業に伴い廃止され、以来当たり駅が片町線の終点駅、JR 東西線の起点駅となった南口改札口の駅前には終線の前日に当たる1945年8月14日の京橋駅空襲により駅構内で犠牲となった人をとう。 慰霊碑と農協闘がある。この空襲はアメリカ第29空軍により、岩国、光、伊勢崎、熊谷、土月と共に実施された。大阪の空襲に関しては、もともとは、大阪砲兵交渉を攻撃目標としたものだったが、投下された爆弾の一部が目標を恐れて、本駅に着弾したものと考えられる。空襲時、上等戦 現在の大阪環状線の上下に列車の乗客が片町線ホームに避難していたが、一トン爆弾が落下して爆発し、避難していた乗客らが爆弾の直撃を受けた。1947年昭和22年8月14日に慰霊碑が建立され、1955年以来毎年8月14日には慰霊祭が営まれている。他に大阪市内で 空襲慰霊碑のある駅としては、1945年2月14日に空襲被害を受けた、阪和線美少園駅、安倍野区がある。相対式ホーム2面2線の高架ホームに、大阪環状線の列車が、単式ホーム2面2線の地平ホームに、片町線、学研都市線と、JR 東西線の列車が停車する。一部の関空快速、奇襲路快速は当駅で折り返す。 改札口は、大阪環状線ホームの北側にある北口、友人、JR 東西線ホームに接する、南口、無人、片町線、学研都市線、JR 東西線ホームの西側にある、西口、無人の3カ所がある。最も大きな改札口は北口だが、駅長室のある、駅本屋は、南口側にある。西口は、イオン京橋店、旧。 大英京橋店に接続しており、西口から京阪京橋駅中央口方面へ行く場合は、イオン京橋店内の湯通路を通ることになる。また、大阪ビジネスパーク方面へのペデストリアンデッキがあり、傘をささずに、主要なビルや京阪京橋駅片町口まで行けるようになっている。また北口は京阪京橋駅中央口と向かい合っており、 かつ幅の広い京阪のガード下を通ることになるため、雨の日でも濡れずに、互いの駅舎を行き来できる。西口、南口改札は、無人改札口であり、ただし一部時間帯は、友人、駅員の対応が必要な時は、改札口コールシステムによる、インターホン対応となる。緑の窓口は北口にある。かつては西口にも窓口が存在したが、 2014年1月31日をもって営業を終了し2月1日より緑の券売機プラスが稼働した。片町線ホームは1955年に複線化された当時島式ホーム一面二線だったが、1970年の南口の開設により南口と大阪環状線ホームに直結する一番乗り場、設置当初は片町行きホーム、 JR 東西線開業後は、同線ホームが設けられたため、柵を設けて、単式ホーム2面2線に変更された。また、北口はかつて、大阪環状線の東側にのみ向いており、4番乗り場への階段の上がり口西側の待合室や便所、コインロッカー、吉野家などがある広場のところに改札口があった。吉野家のあるあたりが、出札口で、 入口はこの広場の東向きに、出口はこの広場の北に面してあった。西側、京阪京橋駅よりとの間は、高架腹伏線化によって移設された京阪本線の、急線跡の大阪環状線線路をくぐる通路で、つながっているだけだった。元は、京阪の京橋駅も大阪環状線の東側にあったためだが、京阪の駅が高架下で西側に移転後も、付近の商店に配慮して、 西側には入り口を設けなかった言われる。もともと築堤であった、現在の北口の1980年代以降の改修で西側にも通じるようになり、1990年の国際下と緑の博覧会、花の万博開催に際して、現在の姿になった。国鉄が大駅名標だった当時、ローマ字表記のもとに所在地名の表記がなかったが、これは正確には、 上東区敷田に位置してはいるものの、実際には大阪環状線ホームが宮古島区にまたがっているため出る。駅構内には空間的な制限によりエレベーターが少なく、各ホームの行き来には最大5回、環状線外回りが県都市線上りのエレベーターの乗り換えを強いられる。天井車では階段で1分足らずでホームの移動ができるが、車椅子で、 エレベーター5機を乗り継げば、ホームの移動に10分以上かかる。このことから、大東市の電動車椅子利用の男性が2016年9月8日、憲法が保障する移動の自由を侵害しているとして、JR 西日本を相手ドリーエレベーター3機の新設などを求めて、大阪地裁に訴えした。2017年8月10日、JR 西日本は、 エレベーター3機の増設を含めた京橋駅のリニューアルを発表した。完成すればすべてのホーム間移動が1回のエレベーター利用で可能となる。これを受け、原告の男性は2017年12月8日付で訴訟を取り下げた。大阪環状線ホームは当初乗り場番号が与えられていなかったが、2008年3月に内回りが3番乗り場。 外回りが4番乗り場となった。この駅の不満をもって、環状線内のすべての駅に乗り場番号が設定された。当駅からの奈良駅へ直通する列車は、3番乗り場、内回りからの大阪駅、西九条駅経由山和寺快速、平日はほぼ日中のみ、土曜、休日はほぼ終日、区間快速と、2番乗り場からの松井山手駅、木津駅経由快速、 区間快速があるが、2番乗り場からの列車は、直通快速が廃止されたため現状は、夜間2本のみである。それ以外は、木駅乗り換え。大阪環状線改造プロジェクトの一環として、2014年3月15日から、大阪うまいもんの歌、アメリカ民謡、愉快な牧場の替え歌が、大阪環状線ホームの発車メロディとして使用されていい。飲食店や、 陥楽街がある、東駅周辺の、うまい、賑やかさといったイメージにちなんでいる。2017年8月10日付のニュースリリースで、JR 京橋駅リニューアル工事を開始すると発表。2013年度からの大阪環状線改造プロジェクトの一環として、北口リニューアルと使いやすさ、わかりやすさ向上を目指したリニューアル工事が行われている。 2017年8月下旬から2021年の後期の予定。日中時間帯は1時間あたり環状運転の普通、山和時快速、環空、奇襲路快速がそれぞれ4本停車するため、合わせて5分間隔となる。午前中はこれに加えて JR 夢崎線、桜島線直通普通が4本停車し、朝晩は本数が多くなる。当駅折り返しの環空。 奇襲路海賊は4番乗り場で乗客を降ろした後、天王寺寄りにある引上げ線で折り返して、一部は森の宮電車区に入力している3番乗り場に入線る。日中時間帯は1時間あたり、区間海賊と普通電車がそれぞれ4本の計8本が停車する。朝晩は東駅始発、終着を含めて本数が多くなる。学研都市線の東駅折り返しの列車は1番。 乗り場に到着後、地上の引上げ線に入り、2番乗り場、地上のあて方面行きに移る。他に、夜間時間帯に1本、当駅留置運用がある。また、通常の当駅折り返し列車はすべて、学研都市線方面へ引き返すが、逆に、JR 東西線方面への引き返しも可能となっており、大阪東線の延伸工事に伴う線路、切り替え工事や、事故による、 輸送障害発生時などで当駅放出駅間が運行できない場合には、上記の逆の順序で JR 東西線方面への当駅折り返し列車が運行される。JR 東西線天ヶ崎駅伊勢 JR、神戸線、東海道本線、山陽本線方面、JR 宝塚線、福知山線稲寺駅、伊丹駅北に直通する列車は、 当駅で直通先の列車種別に変更する。京阪は開業当初、当駅を開業時の位置の地名、東成郡生まず江村大技加モウから加モウ駅と名付けた。これとは別に、本来の京橋近くに初代京橋駅を設置していたが、隣接する天馬橋駅と野田橋駅、片町駅と後に改称し、二代目の 京橋駅に統合して廃止に近すぎたため開業後、約8ヶ月で廃止されている。その後、1932年に北区、当時東野田町に移転し、1949年に国鉄への乗り換え駅であることを明確にするため、京橋駅に改称した。1910年、京阪電気鉄道が天馬橋駅五条駅。 現在の清水五条駅間を開業させた際に、加毛駅として設けられたが、当初は上東区加毛一丁目付近にあった。1932年に旧加毛信号所森口駅間複々線化に、関連して現在のグランシャ島の場所に移転し、2面2線の相対式ホームが設置された。京都行ホーム北側には、京阪スーパーマーケット京支店が隣接して、 設けられていた。列車庁の拡大につれて、法務長も京都方に延長された、淀屋橋方法務橋に、踏切が存在したためが、1969年の再移転直前には、京都方法務橋が急カーブと、上り勾配をミックスした形状になっており、列車運転上のネックになっていた。なお、高架駅移転直前の急線路は、寝屋川橋梁から、上りに線位置を東に進み、 東野田町で現大阪市営地下鉄鶴見緑地線が通る道路へと北東方向に分かれ、現京橋公園北東端で東方向に急カーブして、グランシャ島北側道路に侵入していた。1969年に現在地へ移転して、高架駅になったが、移転当初は上りは2番線のみ、下りは4番線のみ使用されていた。九百七十年の天満橋駅急暇も、 信号所間複々線化完成によって4線、使用されるようにな、同時に、駅ビル内に京阪ショッピングモール、現、京阪モールが開業した。駅ビルには、2002年10月のリニューアル当時、エスポート京橋の愛称が付け加えられていたが、現在は使用されていない。島式ホームに目に4線を持つ、高架駅。駅ビルに内包されている。 改札口は、JR 京橋駅よりの1階にある中央口、淀谷橋よりの2階にある片町口、京阪モール3階にある、京阪モール連絡口、営業時間内のみ、の3カ所である。さらに片町口側の1階には、エレベーター専用改札口、ここのミキップ売り場はないも設けられている。ホームは4階にあり、 中央口からは、出町柳方面行きホームへ直結するエスカレーターが設けられている。片町口からは、大阪ビジネスパーク、JR 京橋駅西口に通じるペデストリアンデッキがあり、雨の日でも濡れずに行き来できる。当駅のデザインテーマは所在する宮古島区の区花に、ちなんで桜である。コンコースに桜のタイル壁画が飾られている。 長堀鶴見緑地線の京橋駅、門間南駅間の各駅は花、木がデザインテーマに選ばれている。ホームなどは1996年以降に開業した駅と比べれば比較的簡素なデザインとなっている。島式ホーム一面二線を持つ地下駅。対象型に両当たり線がある。改札口は一箇所のみ。ホームは地下3階で地下2階に。 コンコースがあり、そのコンコースが地下街のコムズガーデンに直結している。なお、当駅前後の長堀鶴見緑地線は、京阪本線がかつて走っていた跡地の道路の、かかよっている。ピタパ、アイコカなど、各種カードの利用が可能である、相互利用が可能な IC 乗車券は、ピタパの項を参照。各年度の1日乗車、乗降人員数は、下表の通り、 江戸時代には軽街道からの大阪の玄関口として賑わった場所である。駅周辺、特に東側は観楽街になっており、北南に対して東とも呼ばれている。大阪ビジネスパークなどビジネス街に資金なことからサラリーマンで賑わっており、関西ローカルのテレビ番組では北口界隈が街頭インタビューで登場することが多い。当駅周辺には 大阪シティバスの路線が乗り入れている。以前は、京阪バス、近鉄バスの路線も乗り入れていた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。